Mina san, bonjour. Petit chef no channel, yo koso. Bienvenue à la chaîne Petit Chef. 今日は、フレンチレストランの料理をご紹介します。鴨肉のロースト、フォアグラのポワレ、野菜のグラセです。やっぱりもちろん赤ワインのフルボディに合います。よく合います。鴨の胸、アンマグレドカナール、フォアグラ、フォアグラ、タイム、ドゥタン、ローズマリー、デュロマリン、ニンニク、デライ、塩、デュセル、コショウ、デュポワヴル、ニンジン、デュラカロット、ダイコン、ラディ、バター、デュベーミズ、ドロー、砂糖、ドシュクル。日本で売っている鴨肉は冷凍されています。料理する前日に鴨肉を冷蔵庫に移して解凍し、1時間前に冷蔵庫から出しておきます。袋を開けて肉を拭いて、キッチンペーパーでこのまま少し血が残ってる、水のモイスチャーも残ってる。今は残っている羽焼けを抜きます。指でちょっと触って、硬いところは そして塩と胡椒をかけます。たっぷりの方がいい。肉のところも、で、voilà、油身側を下にしてフライパンに置きます。そして弱火で10分焼きます。ほとんど油身が溶けたらカリカリの皮に出来上がりです。はい、できた。ほら見て、油身のところはすごいカリカリになってきた。フライパンの中には油はすごいのいっぱい残ってる。では今タイムとローズマリーとニンニクを加えましょう。中火でお肉が黄金色になるまで焼きます。時々はスプーンでこの油をちょっとかけます。この油をちょっとかけます。ああ、今できた。すごいいい香り。じゃあ鴨をトレーに置きます。フライパンで残ってるの油はもったいない。すごい味と香りもすごい美味しい。野菜のソテーするはこれ使います。冷蔵庫で保存は2ヶ月でも大丈夫です。そして肉はオーブンで、150度8分とか10分ぐらいに。肉を切る前にはちょっと10分寝かせる。肉汁をキープできてジューシーになります。はい、次は野菜のグラセをしましょう。あ、先は野菜を剥いて大きく均等に切ります。じゃあ大きなフライパンに野菜を入れ、先は人参、レカロット、大根、ロラディ、野菜の半分のレベルまで水を入れ、
バターと砂糖と塩を加えます。今クッキングペーパーで蓋を作りましょう。5回温める。1 2 3 4 5 6。そしてハサミで1センチぐらいの先を切って、フライパンでティップを真ん中に入れて、ハサミでここに切りましょう。このまま。そして蓋をつけて、中火は8分ぐらいでかかります。注意しながら強火に詰めて、水がほとんどなくなったら蓋を取り、キャラメル色になるまで混ぜます。Le foie gras. Tiens, ça qui va. Au chocolat. Si on casse le choc. Tu vides. 両面がきれいな茶色になるまで焼きます。先の鴨の油大さじ2つ使いましょう。もっと美味しくなるそれ。できました。鴨肉と野菜の後に料理をします。フォアグラは熱い状態でサーブされるのが最高です。c'est meilleur quand c'est chaud。中くらいのお皿の真ん中にソースをのせます。その上にお肉をのせ、野菜を周りに盛り付けて出来上がり。Tadam! Et voilà notre foie gras. Guitare. もう我慢できません。香りがたまりません。Ça sent vraiment bon dans la pièce. Et bah, ça qui va, c'est un kawaii. Ça, c'est un Bordeaux. Bordeaux, non, 2016. Excellent. Ça va bien accompagner le plat. この料理はすごい似合います。さあ、いただきます。フランス語では、Bon appétit!Qu'est-ce que c'est bon? C'est un français non? D'ailleurs, vous êtes ici dans la canyon. Ok. C'est un vrai régal. C'est un foie gras. Malgré moi. Moi aussi. C'est vraiment bon.皆さん、ビデオ見てくれてありがとうございました。友達を招待してお家でもぜひお試しください。皆さん、気に入った方はいいね、それとチャンネル登録をお願いします。